皆様、まもなく時間となりますので、すでにお揃いのようですので、ただいまより、常葉大学浜松キャンパスサッカー部大野洋平選手の京都サンガ FC 入団の記者会見を始めさせていただきます。まずはじめに本学キャンパス長、鈴木修先生よりよろしくお願いします。ご挨拶お願いいたします。改めまして皆さんこんにちは。キャンパス常葉大学浜松キャンパスは平成25年に3つの大学を統合いたしまして、常葉大学この地は浜松キャンパスということになりました。以前からスポーツ関係は強いキャンパスではございましたが、特に常葉大学になりましたから、学業重視のスポーツマン、運動部というのを目標に掲げてやってまいりました。今日陽平君大野君はその第一期生ということでございます。彼は学業にも非常に熱心に取り組み、またスポーツにも取り組んだということで、まさに常葉が目指す学生ということができます。私も指導教員の佐藤先生が指導教員でございますが、昨日、彼のことをちょっとお伺いしました。現在は4年生で、サッカー選手のモチベーションの変化の研究と題して卒業研究をしているようでございます。ちなみに成績も先ほどちらっと見せていただきましたら、1年生から4年生までしっかりと勉強しており、成績内容がどんどん4年生に近づくにつれて上がってきたということで、誠に頼もしい学生であるというふうに思います。大学では学びのに加えまして、沢登監督のご指導のもと、厳しい練習に耐えて、この今日に至ったということでございます。大野君は私ども常葉大学の誇りであり、常葉の卒業、これも卒業生として、世界をまさにかけて羽ばたいていただきたいというふうに考えております。本日はご出席誠にありがとうございます。ありがとうございました。続きまして本学サッカー部沢登監督から選手の紹介をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、よろしくお願いします。ですね、選手紹介の部分に関してはですね、配布された資料にありますので、そこは省かせていただきます。入団の経緯に至ってなんですけれども、僕が就任して1年目に入った時のまず一つ目の印象というのは、こんな動き出しのいい選手、それからフォワードとしての才能の部分を持った選手がなんでうちにいるのっていうぐらい、最初はすごかったです。で、特に、1年目から試合に出場している中で、1年目の時にすぐに怪我をしてしまいまして、約半年以上ですね、その部分でなかなか1年目はサッカーができない状態、それから2年目になった時にようやく試合感が慣れてきて、全国大会にも少し出場したと。で、彼がやはり、輝いてきたのはようやくですけれど3年目にして、特に前期のところから非常に多くの点を取っていたという部分で、鈴木スカウトの目に留まり、そこからですね、練習参加して、常に練習参加、それから試合を見てくれる時に必ず点を取っていた、やはりそういう印象が非常にあったのかなという感じはしますし、僕自身もやはり彼の得点能力、それから動き出すタイミングであったり、それからチームの規律をしっかりと守る、これは先ほどのその勉学のところでもそうですけれども、きっちりやるところっていうのはやはりサッカーの部分でもそこが出ていたという中では、やはりプロの中でも僕はやっていけると思いますし、もちろんここがスタートラインだと思ってますので、彼ができるだけこう活躍して世界の舞台に立てるようにですね、我々も応援していきたいなと思ってます。ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございました。最後に、常葉大学一期生、常葉大学としては初の、大野選手より、今の喜びと今後の抱負についてお話しいただければと思います。お願いします。サッカー部の大野洋平です。この度はこのような会を開いていただきありがとうございます。幼い頃からの夢であるサッカー選手になれたことを大変嬉しく思います。
でもこれがゴールではないので、スタートラインに立ったと思って、また初心に戻ってしっかり努力して頑張っていきたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。ここ浜田大学としては初ですけれども、浜松大学から重ねますと、まあ、J リーガーとしては8人目ということですので、先輩続いてぜひ頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いします。いかがでしょうか。はい、またですね、後ほどお写真を撮らせていただく機会を設けさせていただきますので、ここでですね、ご参加いただいている皆様から質疑応答の時間とさせていただきます。一度ご着席ください。それではですね、ここで質疑応答の時間とさせていただきます。本日、ご質問のある方、来シーズンから京都サンガに入団することになって、もう開幕戦からスタメンを取ってしっかり結果を残していけるような選手になっていきたいのと、尊敬する選手は岡崎選手、泥臭くしっかり点取れるような選手になっていきたいと思います。ありがとうございます。はい、次いかがでしょうか。まあ、大変厳しく指導してきてもらったんで、まあ、しっかりコツコツ努力することが大切ということを教わってきたので、それをプロでもしっかり続けて頑張っていきたいと思います。後ろからパスを出される時のフォワードの動き出しや、あとシュートのタイミングとかを指導してもらいました。ありがとうございます。もう伝統のあるチームで昔から強く、まあ、今J2 にいますけど、 J1 に上がるべきのチームだと思っているんで、それに貢献できるように頑張っていきたいと思います。まずはですね、やはり最初に見た印象の中で、やはり体の強さ、それから動き出すタイミング、それからフィニッシュの精度という中では、1年生の時からその才能はあるなという形で思っていましたので、この選手をですね、どういう形で J に送り込むのかというところを、まあ、山西コーチを含めた中でどう成長させていくのかという部分を考えていた中で、例えば全体練習を終わった後にも、例えばシュート練習はこうやってやれ、それから例えばフィジカルの部分でこういうのが足りないからこうやってやれっていったところを常に毎日やり続けていた。やっぱりやり続けることができる選手っていうのは、やはり目標を達成することができるし、夢をつかむこともできるし、それに向かってやっぱり努力することができる、その才能がもちろんあるからこそですね、今回この3割ね入団することができたと思いますので、まあ、一つちょっとしたアドバイスを与えるだけでここまで成長できるというのは、大野のその持っている才能の凄さという部分があったんじゃないのかなという部分が多かったんです。よろしいでしょうか。そうですね、大きなアドバイスという中では、やはり先ほどもね大野が言ってましたけれども、コツコツやり続けること、いっぺんに極端にですねその成長するかっていうと、その部分っていうのはなかなか難しいと。でもコツコツやり続けることで、それが大きく退化するっていう部分がたくさん出ると思いますので、例えば生活の部分もそうですし、トレーニングの部分もそう、そういう中ではやはりプロ意識をたくさん持ってやること、もうそれに尽きると思いますね。やはり自分がどういう選手になりたいのか、例えば日本代表になりたいっていう一つの大きな目標がある中で、それを逆算していった時に、自分は普段の生活はこうしなきゃいけない、トレーニングはこうしなきゃいけないっていう部分がおそらく構築できると思うんですね。その部分をたくさんのですね、そういう高みを持ってやり続けることが彼の成長につながると思いますし、僕はサンガで活躍して、それから世界で活躍できる選手になってほしいです。で、今まあ、余談なんですけど、まあ、例えば日本代表の選手うまいです、でもうまくて強い選手が少ない、そういう中では彼はまだうまさは足りない部分はたくさんありますけれども、世界で戦える強さは持っているので、その部分を目指しながら
頑張ってほしいと思ってます。以上です。ありがとうございます。そうですね、まあ、3年生の時に、まあ、試合を見させてもらったんですけど、まあ、決定力があるなと思っていたんですけど、その得点シーンを見た時に何が何でも決めてやるという、気持ちが伝わるゴールが多かったので、これはまあプロになっても、通用するんじゃないかと思って、練習参加させることに決めました。ありがとうございます。はい、それではですね、質問の方も一通り終わったようですので、今から少し記念撮影、等の時間にしたいと思います。せっかくですので、ガッツポーズ、俺がガッツポーズ。テカの肩にご手は、まあまあいい。以上をもちまして、小野洋平選手、京都サンガ FC 入団会見を、終了させていただきます。今後のですね、大野選手の活躍と、そして京都サンガ FC の J1 昇格を記念しまして、皆さんで大きな拍手をお願いしたいと思います。頑張ってください。